開けます。ドアを。皆さん、こんにちは。元気ですか？今日は動詞を勉強します。動詞、verbs を勉強します。この人はお金を持っています。お金を渡します。本、もらいます。これは何をしますか？これは、はい。買います。買います。buy。買います。はい。この人は？はい。これは何をしますか？これは？はい。読みます。読みます。読みます。これはドア。これは何をしますか？これは開けます。開けます。開けます。買います。読みます。開けます。これは何を買いますか？これは本。本を買います。本を買います。これは何を読みますか？これも本を読みます。本を読みます。これは何を開けますか？これはドアを開けます。ドアを開けます。はい。本を買います。買います。動詞です。買いますは動詞。本を読みます。読みます。動詞ですね。ドアを開けます。開けます。を買います。を読みます。を開けます。を今日勉強します。今日勉強します。はい。じゃあ、文法の1の1を見てください。文法の1の1。はい。ほい。じゃあ、1番を一緒に見ましょう。そうですね。本を買います。本を買います。2番、本を読みます。本を読みます。3番、ドアを開けます。ドアを開けます。わかりますね。じゃあ1番の2番。1番の2番は質問です。聞きます。質問です。1番の2番。今日、レストランに行きますか？今日、レストランに行きますか？はい、行きます。はい、行きます。いえ、行きません。いえ、行きません。はい、行きます。go, 行きます。じゃあ2番。あなたは日本語を話しますか？あなたは日本語を話しますか？話します。speak, 話しますか？はい、話します。はい、話します。いえ、話しません。いえ、話しません。はい、わかりますね。ます、ません。ます、ませんですね。じゃあ、言葉、動詞をたくさん勉強しましょう。2番の1番。2番の1番を見てください。2番の1番。はい、動詞がたくさんありますね。この緑の動詞、青の動詞、赤の動詞あります。緑の動詞は1グループです。青の動詞は2グループ。赤の動詞は3グループです。今は、あまり関係ありませんけど、後で勉強します。後で勉強します。将来勉強します。今日は大丈夫。じゃあ一緒に読みましょう。一緒に読みます。はい。
会います。会います。行きます。行きます。来ます。来ます。帰ります。帰ります。売ります。売ります。買います。買います。入ります。入ります。出ます。出ます。飲みます。飲みます。食べます。食べます。書きます。書きます。読みます。読みます。聞きます。聞きます。話します。話します。終わります。終わります。開けます。開けます。閉めます。閉めます。乗ります。乗ります。降ります。降ります。します。します。はい。皆さん、動詞は大切ですから覚えてください。はい。じゃあ、練習3の1番、3の1番しましょう。私が言いますから、皆さんは聞いて書いてください。いいですね。1番。ホッチキスを買います。ホッチキスを買います。ホッチキスを買います。2番。佐藤さんが私の家に来ます。佐藤さんが私の家に来ます。佐藤さんが私の家に来ます。3番。漫画を読みますか？漫画を読みますか？漫画を読みますか？4番。いえ、読みません。いえ、読みません。いえ、読みません。5番。学校が終わります。学校が終わります。学校が終わります。じゃあ、6番。お寿司を食べます。お寿司を食べます。お寿司を食べます。はい。皆さん大丈夫ですか？書きましたか？書きましたか？じゃあ、3番の2番も書きましょう。書いてください。書いてください。
皆さん、3番の2番終わりましたか ?3 番の2番終わりましたか?じゃあ次3番の3番、ポイントを見てください。3番の3番ね。さっきも言いましたけど、名詞を動詞を動詞になります。例えば、for example、ご飯を食べます。ご飯を食べます。本を読みます。本を読みます。はい。あと、場所で動詞。場所で動詞も覚えてください。For example, 例えば、カフェで食べます。カフェで食べます。はい。カフェで食べます。何を食べますか?カフェで食べます。何を食べますか?カフェでご飯を食べます。もう大丈夫。こうやって長くします。カフェでご飯を食べます。場所カフェでご飯を、名詞をご飯を食べます。動詞ね。食べます。カフェでご飯を食べます。わかりますね?はい。次。場所に動詞もあります。場所に動詞もあります。例えば、カフェに行きます。カフェに行きます。とこれも勉強しましたね。カフェにあります。カフェにあります。はい。これどっちも動詞でにどちらを使いますか?これは動詞が決めます。動詞が決めます。例えば、食べますはカフェで食べます。で、食べます。カフェに食べますはダメ。カフェに食べますは言わない。カフェに食べますは言いません。いいですね。カフェに食べますはありません。言いません。はい。カフェで食べます。動詞が決めますね。で、食べます。で、食べます。にはに行きます。に行きます。カフェで行きますはない。言いません。カフェで行きますは言わない。カフェに行きます。に行きます。これも、にあります。にあります。なります。いいですね。食べますはで。行きますはに。動詞がでですかにですか決めます。いいですね。わかりますね。はい。じゃあ皆さん、今日は、動詞と、を、で、にを勉強しました。今日はたくさんありましたから、復習、勉強頑張ってください。さよなら。